さんこんにちは、鉄尾の鉄道旅チャンネルです。本日の動画は、長野電鉄を走る元メトロ03系の後面展望映像です。現在いる場所は、長野電鉄では一番歴史が古く車両工場もある須坂駅です。ちょうど今、元小田急1万系ハイSEの長野電鉄1000系が発車していきました。まさか長野県で、元小田急ロマンスカー、ハイSEに再会できるとは、思いませんでした。それでは、乗車する電車が発車するまで時間があるので、須坂駅周辺を散策しましょう。まずは、須坂駅のホームから見た留置線などの様子です。元東急田園都市線で活躍していた8500系やマッコウクジラこと、長野電鉄3500系もいますね。自分が長野にいることを忘れてしまうような、そんな光景が目の前に広がっていますわらわら。目の前に映っているのが、長野電鉄3000系の須坂駅始発の長野駅行きです。前面のラインカラーは、長野電鉄カラーの赤色ですが、側面は、日比谷線時代のままの色ですね。そして、振り返ると、8500系が停車しています。東急田園都市線では、間もなく全て引退ですが、長野電鉄では主力車両として、現役で活躍中です。8500系は、やっぱりかっこいいですね。須坂駅の外にやってきました。警報音が鳴っていますね。何かが通過するようなので、見てみましょう。おお、やってきたのは、長野電鉄8500系でした。マッコウクジラと8500系に見送られ、長野駅方面へ向かっていきました。続いて、留置されているマッコウクジラの近くまで、やってきました。ドア窓が非常に小さいですね。こんな近くで見られるのは、非常に嬉しいです。ここで簡単にですが、マッコウクジラこと、営団3000系について説明します。営団日比谷線の3000系のデビューは、今から約60年前の、1961年でした。当時は、自動列車制御装置を日本でいち早く採用した先進的な車両として注目されました。また、1964年から3000系の一部の編成で自動列車運転装置での運転が行われたそうです。今から約60年前から、そんな実験が行われていたとは驚きですよね。そんな、日本でいち早く ATC や ATO などを積極的に導入した営団日比谷線ですが、現在の日比谷線では ATC 運転は行われているが、ATO については取りやめということに。そして、1994年7月23日、営団3000系は全て引退となりました。ちなみに、長野電鉄へ譲渡されたのは、1993年から1997年のことでした。2両編成が15本、3両編成が3本の、計39両が長野電鉄へお引っ越し。そして、第二の人生を、ここ、長野の地で過ごすことになりました。そんな、営団元3000系ですが、老朽化のため、2022年までに、全廃されることが決まりました。歴史ある車両を長野電鉄で実際見ることができて本当に良かったです。長くなってしまいましたが、以上でこの動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。って、おい。大変失礼しました。この動画はまだまだ続きますわらわら。
さて、須坂駅へ戻ってきました。間もなく、湯田中駅からの、長野行き電車がやってくるようです。どうやら、マッコウクジラでの運用のようですね。長野電鉄カラーのラインの入った3500系も、かっこいいですね。今回乗車する、元日比谷線03系の長野行きは、この電車の後に移動してくるので、マッコウクジラを見送りましょう。行ってらっしゃい、ご安全に。と思ったらもう一本電車が来ましたね。どうやら特急列車のようです。最初に見た元ロマンスカーハイ SE ですね。続いて、湯田中駅行きの特急スノーモンキー号が来ました。こちらは、皆さんご存知、元 JR 東日本の253系、成田エクスプレスの車両を改造したものですね。長野電鉄では、2100系と呼ばれています。発車時間が近づき、乗車する長野電鉄3000系の入れ替え作業が始まります。一旦本線上で停車して、運転士さんが先頭車両へ移動しています。準備が整い、須坂駅へ折り返してやってきます。元東急8500系と元東京メトロ03系が須坂駅で並びました。普通、新州中野駅行きの8500系が発車していきます。もう一度言います。ここは東京ではありません。長野です。わらわら。
Nagano Dentetsu Line. This train is the local train, bound for Nagano. The next stop will be Hino.
soon make a brief stop at Yanagihara.
今回の動画はいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたなら嬉しいです。長野電鉄には、東京で活躍してきた名車両たちが、たくさん走っています。また、その中でも、元営団日比谷線で活躍した長野電鉄3500系は、2022年に引退します。記録を残すのであれば、早めに行くことをお勧めします。引退間際は、きっとたくさんの人が集まり、なかなか撮影等も難しくなりますからね。私自身も、2022年中に、もう一度長野電鉄へ行ってみようと思います。本年も、高評価、チャンネル登録、本当にありがとうございました。2022年も、マイペースにではありますが、YouTube 動画を上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、皆さん、良い年をお迎えください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。